はい。今回は日産自動車について話しますけど、日産自動車あなたはそれでも買いますかっていう話なんですよ。だから、もうすでに買っちゃった人はあまり聞かない方がいいと思います。これから買おうかなとかいろいろ迷っている人の参考になればなと思って、今の日産自動車の状態っていうか、これまでの日産自動車の状態とかね、車について話してみたいと思います。えー、っと、それで、えー、最近、 えー、先週末ですね、えー、日産自動車から市販機決算というのが出ました。24年度の市販機決算。前年度、23年度との比べての経常利益っていうのが出てます。これがね、なんと99.2%減益なんですよ。一応黒字にはなってますけど、たった10億円の黒字です。だから前は1000億円ぐらいのね、えー、黒字があったのが、 99.2%の減益になってるとでこのね、円安で本来自動車って儲かるはずなんですよ。それなのに、これ、なんでこういう状態になったかっていうと、これ、地域別の営業利益っていうのが出てんですよ。日本とか北米とかね、ヨーロッパとか。で、それ見ると分かってきます。で、日本はね、自動車、うん、 前期と比べて 0.8%? ちょっとだけ売れ行きは良くなかったんです。台数は前期よりちょっとだけ落ちました。にもかかわらず、537億円の利益が出てます。それに対して北米が209億円の赤字。で、欧州が159億円の赤字です。円安なのにね。 まあこれ数字だけ見ると537億円の利益ね。それが北米、アメリカの209億円の赤字とヨーロッパの159億円を大体吹っ飛んじゃってるんですよ。で、これね、原因はアメリカの販売状況を見るとわかるんです。アメリカは台数ね、ちゃんと台数はそこそこ売れてるんですよ。台数が売れてるのになんで えー、赤字にななっっちゃうかっていうかてとこれはまあ値引きなんですアメリカの自動車の販売っていうのは日本と違って、えー、この単一のメーカーを使うディーラーよりもいろんなメーカー日本のメーカーとかアメリカのメーカーとかいろんなメーカーの自動車をこうデパートみたいな感じで売るようなお店の方が多いんですよ。そういういとこで ま、値引きが行われるわけです。日産車だけ値引きが行われるわけですよ。で、どうして日産車だけこの大幅値引きができたかっていうと、その、インセンティブっていうね、販売報奨金っていうのがメーカーからその、おその、車のデパートみたいなところへ支払われるわけです。た、例えば、うん、まあ、日産の、おなんかセダンかなんかを1台売ったら4000ドル 報奨金を支払いますよっていう、そういう、それがインセンティブって言われるものなんですよ。で、えー、さっき言ったように、日産自動車4000ドルぐらいなポーンと出しちゃうんですよ。で、他のメーカーはどうかって言ったら、えー、スバルとかはあ、これは異例に少ないんですけど、500ドルからまあ1000ドルぐらいしか支払われないんですよ。で、それに対して日産車をね、 日産車の世代1台売れば、4000ドルその販売店がお金を得ることができるんですよ。まあ、まあ、もし値引きなしで売ったとしたら、60万円ぐらい現金が入るわけです。でぜ、もちろんね、それは売りたければ、だから値引きして売っていいですよっていうことなんですね。だから、これがインセンティブっていうのが値引きの原資となると。で、えー、他のメーカーがね、えー こんなに出してないですよ。スバルは特別低いですけど、つい最近までね、アメリカっていうのは自動車不足だったんですよ。そのコロナ禍で部品が作れなくて、部品不足から自動車不足になって。で、インセンティブっていうのもすごく少なくなったんです。どのメーカーもね。車が足りないんで、値引きしないで売れますから、最低限のね、まあ、1000ドルぐらいのインセンティブを払って、 それで、えー、販売店に売ってもらうという形だったんですけどおそれが日産自動車まあ車の供給があ間に合ってきたと同時,同時っていうか、ね、間に合ってきて間もなくインセンティブを莫大に出すようになってしまったんですよ結局ね魅力がない車なんですよね日産に言わせるともうちょっと経ったらモデルチェンジして新型車を出してそれでインセンティブは 引き下げるって言ってますけど、これね、実は日産はコロナの前にもこういうインセンティブ地獄っていうのに陥ってんですよ。インセンティブ地獄っていうのは、あ値引きしないと売れないと。で、値引きをやめると在庫が大量に溜まってしまうと。それで値引きをすると。そうすると利益は全部吹っ飛んでしまうと。そういう状態だったんです。コロナ前ね。で、 コロナ前の、例えば2017年とかそのぐらいの時は、日産全体で言うと黒字だったんですよ。それが今との違いです。この、どうして、今は、ね、赤字ギリギリの黒字です。で、以前は結構配当も出てたし、ちゃんとした黒字が出てたんです。これどうしてかっていうのは後で説明しますけど、まあ今はもう赤字ギリギリまで落ち込んでしまったわけです。で、 えー、結局、アメリカ人は安い日産車を買ってると。で、日本人は高い日産車を買ってると。で、日産、日本での儲けをアメリカに継ぎ込んでると。アメリカ人は、だから、日本人のおかげでね、日産車は安く買えてるんですよ。で、こういうね、えー、値引きをするメーカーっていうのには、あの、バーゲンハンターっていうのが、あ取り付いてしまうんですよ。 バーゲンハンターっていうのは、値引きを待ってて、え、車を買う人たちです。だから、日産自動車ね、結構性能いいですから。で、魅力的な車もあるんですよ。で、そういうのが、値引きするだろうなっていうのをね、もう見抜かれちゃってるんですよ。だから、値引きを待って買うと。結局ね、そういう人たちに取り憑かれちゃってるので、もう逃げられないんですよ、日産自動車。インセンティブっていうのは、 本当にその時だけはね、特効薬、すごく売れます。何しろね、アメリカ人って、アメリカ人の車の買い方って、あの、日本とかなり違うのは、あの、車買いに行ってきますって家出かけますよね。で、ディーラーに行って買って、その日に新車乗って帰ってくるんですよ。そういうスタイルが多いんです。だから、その場でね、お店行って、この、例えばスバル車あんまり値段引けないですけど、日産車、 これだけ引きますよ。40万引きしますよ。とかね。えー、スバルはちょっと引けないけど、トヨタもちょっと引けないんですよ。だけど、日産車だったら40万引きやりますよとか言われると、フラフラっとね、買っちゃうんですよ。全員が全員そういうわけじゃないですけど日本、日本人と違うのはやっぱ車を気軽にデパートみたいなとこで買ってしまうと。その日のうちに買って乗って帰ってしまうとね。 そういうスタイルなんで、その値引きってものすごく強いんですよ。だから、あの、販売できない時は値引きしちゃえば簡単に売れちゃうんですよ。で、そう、だけど、その簡単なことに頼ったら、もうそこから抜け出せなくなってしまうと。そういうのが今の日産の状態です。それで、えー、以前からね、これやってたんですよ。コロナ中は部品不足で、 インセンティブね、少なくなったんですけど、コロナ以前ね、2017年とかその頃もかなりいいインセンティブを積みましてね、報奨金をバンバンお金を、値引きのお金を出して、それで車を売ってたんですよ。で、その時は、あの、日産自動車ね、結構ちゃんとした黒字が出て、配当も出てたんです。4%ぐらいのね、配当が出てました。それはどうしてかっていうと、これもね、ひどい話で、まあ、 利益っていうのは、売り上げから経費を引いたものです。で、経費を節約すれば利益増えるんですよ。で、日産はどうやって経費を節約したかっていうと、一番最初、カルロス・ゴーンさんが来ましたよ。で、社長をやって、ディストラとかね、工場閉鎖をやって、えー、利益出しましたよ。だけど、その次には、例えば、2017年当時ね、えー マーチとかキューブって車売ってたんですよ。キューブは2019年まで売ってました。で、2019年頃までね、えー、キューブとかマーチとか売ってたんですけど、この車は10年以上ね、あの、モデルチェンジしてないんですよ。モデルチェンジしないと経費がかからないんです。それで結構ね、えー、日本国内でも日産っていうブランドで売れてしまうんですよ。で、問題なのは、 その10年ぐらいね、モデルチェンジしない車っていうのは、その当時当たり前にどの車も付いていた、えー、自動ブレーキ。自動ブレーキが、設定がないんですよ。あの、それは車全体の設計が古いので、えー、付けられないんです。なんかね、えー、まあ物理的には付けられるでしょうけど、のきちんとした性能を出すのには、あ自動ブレーキは、 えー、車全体を作る時の設計の中に組み入れてないと性能がよくてね安い,い,い自動ブレーキはつかないそうなんですそういうことでマーーーチとかキューブとかかキキュブブね、えー、自動ブレーキがない状態でその一方で、うん、例えば日産リーフとかねそういうのはこの車には自動化技術がついてますよ先進の自動化技術 技術がついてて安全ですよっていうのを売り物にして売ってたんです。その他には、あの、日産自動車は、えっ、ー、と、2019年か18年頃だと思うんですけど、えー、子会社にリチウムイオン電池を作る子会社があったんですよ。それを中国の企業に売却してます。で、えーか 子会社を売却すれば、それは親会社の利益になりますので、で、その、当面っていうかね、えー、その場では利益になるんですよだ。それで利益になると。で、あとは、まあ、研究開発費とかね、結構少なかったです。で、あの、パテントランキングっていうね、特許の件数と特許の質とか見る指標があるんですけど、これ、まあ、 トヨタとかホンダにはかなわないのはもちろんマツダにも負けたりしてんですよねだからあの研究開発とかあとを怠って子会社を売り払ってで古い車のモデルチェンジを怠ってそれで経費を節減するとそういう方法で利益を出してましたあとさらに言えば2007年17年当時あの 不正検査問題っていうのを発覚したんですよ。これはどうやら、あの、現場の内部情報リークですね。で発覚したんですけど、どうして内部情報が漏れてしまったかっていうと、現場の人たちが疲弊してしまったと。もうコストダウンがあまりにもひどくて疲れ切って,てしまったと。それで不平不満が溜まって、えー、こんな不正やってますよっていうのを暴露してしまう人が出たと。 そう言われてます。だから、日本人の過酷な労働とかね、その日産の財産でもある、その研究開発ですね。そういうのを怠って、モデルチェンジも怠って、どん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 ね、要は日産の大事なものを、まあ、捨ててるっていうか、売り払って全部お金に目,目先のお金にしちゃったんですよ。それで利益を出してました。で、どうしてそういうことをやったかっていうと、その当時は、ルノーが、 43%ぐらいの株を持ってたんですよ。日産のね。で、結局そうやって、例えば子会社を売り払おうが、研究開発を怠ろうが、そうやって出した利益は、配当っていう形で、利益の30%ぐらいは、配当っていう形で配られるわけです。さらにその30%の配当の中の、 43%ぐらいはフランス行っちゃうんですよ。そういうね、えー、システムが出来上がってたんです。で、それでね、何年も何年もやられてますから、日産はもう食い貸すしか残ってないんですよ。で、その、今の日産は食い貸すしかないと。まあ、ゴーン、カルグスコーンはああいう形で、えー、やめちゃいましたけど、えー 長年ねそううやっってて食、えー、食い食いいくされたわけですよでですすよもかし残なんだから今、ね、今からまともに経営しようとしたらいろいろ開発費がかかっていくんですよ。そうじゃなくても今から、ね、自動化技術とかそういうのをどん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 お金かけなければならないんですけどそれで今まともに研究開発費とかねあとモデルチェンジするとかそういうのでお金をかけていった結果が。 こんな円安なのにたった10億円の黒字にしかならないと。そういう状態はあの。日本人がどうしてそんな高い日産車を買ってしまうかって言ったら、その料金が分かりにくいんですよ。あれとこれセットオプションでどうのこうのとか、なんとかかんとか言って結局ね、車の素の状態、ねえー、にセットオプション何と何をつけると、 これだけになるって、どんどん値段が高くなっちゃってね。それで、高い車買っちゃうんですよ。それで、他のね、えー、メーカーの車と、ちゃんと比較すればいいんですよ。同じ装備とかね。だけど、それをやりにくく、こう、比較をしにくいようにして売ってると。それが、今の日産車なんですで買う方も買うです方ですよね。よく吟味しないまま、買ってしまうと。それに対して、アメリカ人っていうのは、 もう安くないと日産車買いませんよ。そういうはっきりした態度をとってるけど、まあ日本人の多くの人がまあブランドで買ってしまうんでしょうね。で、まあそれはね、皆さん自分のお金で買うのですから、買うのは自由ですけど、それでもね、日産車買いますかアメリカに <laughs>、こっちでね、我々が買った日産車の利益は みんなアメリカの値引きのために使われちゃうんですよ。それでも日産車買いますかっていう、そういうお話でした。はい、以上です。